どうも。はい、今回ですけども、今週ですね、5月の20日土曜日ですね、シュプリームウィーク13ですね、やっとドロップリーションが出てきましたので、そちらの方を見ていきたいと思います。はい。で、今回コラボが、アート集団のバーナテッドのコラボレーションとなります。まあ、あまり知らないんですけども、ニューヨークとパリを拠点としたアート集団と書いてありますね。はい。ではちょっと早速、順番に見ていきたいと思います。はい。で、まず最初の1点目がトラックジャケットですね。お値段35,200円。結構しますね。まあ、ジャケットもですね、もう今日、名古屋でも30度くらいこうあって、めちゃくちゃ暑いですね。もう全然 T シャツで折れるぐらいなんで、ちょっと微妙ですね、ジャケットとかはね。はい。はい。が、これが35,200円ですね。はい。で、続いてが、ワークシャツですね。半袖のワークシャツ、25,300円。なかなかしますね。シャツでも結構高いですね。もう25,000円ってもう普通になっちゃったんですけども、今までだと1キュッパぐらいですもんね、大体。まあ、多少ちょっと今回コラボがっていうのはありますけどね。はい。まあ別にこれも、まあ英語が書いてあるけど、別にそんなに変な感じはしないですかね。はい。で、続いてが、ラグラントップ、29,000円。これ人気あるのかな？まあ、派手だけどな、なんともちょっと言えないですけど。なんかこれ、この、なんていうんですかね、切れっぱなしみたいな感じになってるんですかね、これ。竹の部分が。ちょっとこれが実物見ないとわかんないんですけども、なんか切れっぱなしみたいな感じになってるような、ちょっとそこが特徴的ですかね。はい。で、続いてが、サッカージャージですね。これは22,000円。まあ、これもどうなんだろうな。はい。で、続いてがトラックパンツ。29,700円。高いですね。これも結構トラックパンツ。30,000円か。はい。で、続いてが、チノパンツですね。チノパンが33,000円と、で、ショートパンツ。25,300円。なかなかこれもしますね。はい。で、あとは、ま、T シャツ類ですね。マネーティーと、ファックティーですかね。まあ、今回、同じく両方とも8800円で、このファックティーが人気ありそうですかね。ちょっとこれデザインいいなとは思いますけども。はい。で、続いてが、シックスパネルが、8800円。と、タオルですね。タオルが8800円。と、バスケットボールですね。バスケットボールが22,000円。高いですね。なかなか高いな、でも、このバスケットボール。あ、でも、シュプリームって書いてあるから高いね。大体バスケットボールって大体、1万円も多分しねえよな、多分おそらく。はい。で、最後がこの、ニップルクランプですかね。これはなんか国内販売ないみたいですかね、これ。これ何に使うのかなと思って、ちょっと、チェーンなのか、でもただこれ先を見るとなんかどういう風に使うのかなちょっと思っちゃったんですけど、これ。はい。っていう感じで、こちらでコラボは以上ですかね。で、続いてレギュラー商品ですね。見ていきたいと思います。で、まず1点目はモーションロゴのライトウェイトパーカーですね。お値段35,200円。ライトウェイト、まあ、結構ペラペラなんですかね。値段は結構これ35,200円、そのタグ。アウター類にしてそんな高くないんで、どうなんかなと思って、まあ、モーションロゴですし、ただ生地がなんか薄そうな気もするけど、ちょっとこれ実物見ないとわかんないですかね。まあ、ただジャケット、暑いんでね、まあ、微妙なところではありますかね。はい。で、続いてが、バンソンのレーシングジャケットですね。これは143,000円。なかなかやっぱしますね。レザーっすね。これどうなんですかね。まあ、かっこいいっちゃかっこいいけど。はい。で、続いてが、デニムカラーハーフジップスウェットシャツ。お値段27,500円ですね。はい。これも、まあ、暑いだろうな。正直ね。はい。で、続いてが、フレームジャガードバギーデニムショーツ。25,300円。はい。で、あと小物類ですね。キャップ類ですね。フレームジャガードデニムキャンプキャップ。8,800円。で、ツイル
レザーツイルクラッシャー9900円。レザーツイルクラッシャー、まあこれも悪くないかなと思いますかね。はい。で、あとまあ今回まあ目玉っちゃ目玉だけど、あのバック類ですね。バック類は結構ドカッと出るんですけども、メッシュ系ですかね。メッシュ系のバック、まず1点目がメッシュバックパック、お値段18700円。はい。まあ、これメッシュっていうのはですね、どうなんだろうな、結構スケスケなバッグっすよね。結構斬新っちゃ斬新ですけどね。はい。で、続いてが、メッシュスモールのバックパック。お値段14300円。まあ、このちっちゃい小物あたり、ちっちゃいバックあたりが人気なんすかね。で、続いてが、メッシュのダッフルバック。18700円。これもね、旅行カバンでいいんだけど、結構スケスケなのがですね、ちょっと気になりますよね。メッシュってのがね。はい。で、最後は、ミニダッフルバック。お値段8800円。まあ、これが一番値段安いんで、まあ、これが一番買われるかなっていう気はしますかね。はい。ってな感じで、こちらで以上ですかね。はい。あと一応、まあ、日曜日になんかこれ今見ると、エアフォースのリストックがあるっぽいですかね。っていう感じですかね。まあ、ちょっと全体的に見ても、特になんかめちゃめちゃ欲しいものもないですし、っていうところですかね。はい。まあ、今週は多分比較的、おそらく買いやすい週ではないかなと思いますんで、まあ、欲しいものがある方に関してはですね、買いやすいんじゃないかなと思います。はい。という感じで、こちらで以上となります。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、さようなら。